こんにちは、サムです。今回はこのゲームの基本、放置のやり方について解説していきたいと思います。解説していく項目は、まずアカウントの多重起動、そして2つ目が人のいないワールドへの行き方、そしてこのゲームね、20分何も操作しないと自動で落とされちゃうんですけど、それの回避方法について、この3点をね、解説していきたいと思います。まず一つ目がアカウントの多重起動なんですけど、ロブロックスアカウントマネージャーと検索してください。そしてだいたい一番上に出てくるんですが、このサイトにアクセスしてもらって、はい、 GitHub に飛びますので、ちょっと下にスクロールするとダウンロードという項目がありますので、ここのリリースをクリックしてください。はい、そうするとだいたい一番上に最新のバージョンが表示されますので、ここの ZIP をクリックしてファイルのダウンロードをしてください。はい、今ダウンロードしたファイルを開くとこんな感じでアカウントマネージャーエグゼっていうのがあると思うんで、これをクリックして起動させます。はい、そうするとこんな画面になりますので、上のボタンをクリックしてください。そうするとこんな画面に変わりますので、まずはアカウントを追加していきます。左下のアットアカウントをクリックすると、マニュアルログインってあると思うので、これをクリックしてアカウントの追加をしてください。そうするとロブロックスのログイン画面に遷移しますので、ここに ID とパスワードを打っていつも通りログインをしてください。まあ今回多重起動ってことで、俺の方でも2つ目追加したいと思います。はい、こんな感じで今2つ追加しまして、まだねこのままだと両方起動はできないので、右上の設定マークをクリックしてください。そうすると下から2番目のチェックボックスにマルチロブロックスっていうのがあると思うんで、これにチェックを入れてください。はい、なんか警告は出るんですけど、これは OK でスキップして、はい、チェックを入れたら、後の項目は設定を変えたい人だけお好みで設定をしてください。まあ最初はね特に変える必要はないです。チェックボックスを入れたら×ボタンをクリックしてこの画面を閉じます。次にここのプレイス ID ってあると思うんですけど、まずこれを削除しまして、ボイドの ID を入力します。ボイドの ID はね概要欄かコメント欄に貼ってあるので、そこからコピペして、はい、この番号を貼り付けてください。貼り付けたら起動したいアカウントをクリックして、ここのジョインサーバーを押してください。はい、そうするとこんなエラーが出ると思うんですけど、ここのリーブを押してホーム画面に戻ってください。この ID はねわざとエラーが出るような ID を設定してまして、ここのホームから起動できるように俺の方はやってます。一つ目起動したんで、次に起動したいアカウントをクリックしてもう一回ジョインサーバーを選んでください。はい、二つ目のアカウントが起動しましたので、こんな感じでロブロックスが2つ以上開けるようになりました。で、こっからペットシミュレーターを起動してもいいんですけど、今回は人のいないサーバーで効率よく稼ぐっていう解説もしたいので、概要欄かコメント欄にあるサーバーリストの URL に飛んでください。はい、 URL をクリックしますとこんな感じでサーバーリストの画面が出てきますので、ちょっと下にその他のサーバーってあると思うんで、ここを高順から小順に切り替えてください。そうするとボイドワールドで全然人がいないサーバーが表示されます。ですので、まあどこでもいいんですけど、まあ左上にしましょうか。これポチッと押すと、はい、来ましたね。はい、こんな感じで人のいないサーバーに飛ぶことができます。そうなんですよ、このゲームね、ある程度デカペットをゲットしちゃうと、誰かと放置するより一人で放置した方がダイヤとかアイテムとか効率よくゲットすることができるんですね。なのでこういうサーバーリストを使ってこういう人のいないサーバーに入るっていうのはとても重要になってきます。はい、ここまで多重起動と人のいないサーバーの選び方を解説してきましたが、ここからは20分間放置しても落ちないやり方の方を見ていきましょう。もう一回 Google に行きまして、タイニータスクと打って検索の方をしてください。そうするとまあ大体一番上にこういうタイニータスクの公式サイトが出てきますので、これをクリックします。はい、そうするとこんな画面に行きますので、ここのダウンロードのバージョンなんちゃら、現時点だと 1.77 が最新ですね。ここのバージョン 1.77 をクリックすると、はい、こんな感じでダウンロードがされます。ダウンロードが終わったら早速起動させてみましょう。これをクリックして、は
はい、右下になんか起動したと思うんですけど、まずは設定を行いたいと思うので、一番右の設定アイコンをクリックします。そうするとこんな画面が立ち上がると思うので、上から7番目のコンティニュープレイバックかな、はい、これにチェックを入れます。これね、クリックすると一回閉じちゃうんですけど、はい、チェックマークが入ってたら OK です。次にプレイバックの 1,2,3 番目、ホットキーっていうところにアイコンを持っていくと、こんな感じで新しい画面が来ると思うので、ここを F8 に変更してください。コンティニュープレイバックにチェック入ってる、プレイバックホットキーが F8 になってる、はい、これを確認してください。これが確認できたら設定は完了です。続いて使い方なんですけど、左から3番目のレックっていうアイコンがあると思うんで、まずはこれをクリックして自分の操作を記憶させます。これをポチッとクリックして、はい、レコード画面になったので、今この操作が記憶されてます。なのでロブロックスは何かしら画面をクリックしてれば放置判定にはならないので、まあ例えば一番左の画面だったら、まあ、このテキストアイコンをクリックして閉じる、で、右の画面に行って一回クリックして、もう一回こっちもねテキストアイコンをクリックして閉じる、はい、これで右下のレックを押して録画を完了させてください。はい、これだけでもう一日中放置できます。あとは席を離れる際にここのプレイを押すだけで、はい、こんな感じですね。自動でマウスが動いてると思うんですけど、これで放置判定じゃなくなって完全に24時間放置できます。で、右に行ってこっちもテキストを、はい、自動でクリックしますね。タイニータスクの使い方はこんな感じです。はい、ペットシミュレーター救急の基本、放置のやり方について解説していきましたが、もしね、わからないこととかあれば、Discord に参加して質問の方お願いします。それでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。